ミラクルミラクルクールクルミラクルグッチです。では本日も、ボンボンのマインクラフト実況やっていこうかなと思うんですけれども、今日は僕一人じゃないんですよね。こんにちは、ウムの中地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでこちらですね、はい、まあコメントじゃなくて今回もゴールデンボックスからですね引いたものを作っていけたらなと思います。では引いていきましょう。前回が結構ねヘビーやったんで。マジですか。そう、一人でヘビーなもの作りましたよ。とくとご覧あれ、後で、ね、楽しみですね。うん、さあ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 、はい、ほな、引いた。今度はライトなものがええなぁ。いちごが相当ライトやったりとかしたんでね。さあ、来い。どうだ。なに、桜も。うわぁ、これもちょっとなんか、まあ、時期的なものあるけどね、確かに、桜で。うん。いいじゃないですか。まあまあまあ、オッケーっす。ちなみに僕、桜餅っていまいちよく分かってないっす、ちなみに。あ、本当ですか。ちょっと調べましょうか。あ、はいはい。ねえ。出しますよ。はい、そこも込みで桜餅、建築していって、ね、自分なりのものを作っていけたらなと思います。頑張りましょう。はい、こっち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 。ほらほら見てこれ。ほらこれ。これこれやばいっしょ。うわすごっ。むっちゃ美味しそうでしょ。うん、これラーメンですよ、ね。ラーメンっす。うわめっちゃ美味しそう。これは相当時間かかりました。1時間かかりましたよ。無理まである。そう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 。あちょっと使ってる。ね。使ってる。使ってるよ、ちゃんとしっかりと。おおすごい。卵とかがしっかりスープに使ってますからね。あ本当だ。味玉だ。好きでしょ。好きです、ね、めっちゃ美味しそう。いやそうでしょう。あの中地さんの今の心の声を見ましたよ僕は。あ、うん、今日の仕事帰りにラーメン食べて帰ろうって。なんでわかるの。この間ね、まあ、あの深く掘り下げないですけどもね、あの牛丼のくだりあなたカットしたでしょ。牛丼のくだりもういいっすよ。これで流そう。これで流そう。うん。ね、うん。やめとこやめとこ。そう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 。これはね、あのチャルメラにあるような昔ながらの中華そばです。おー、いいですね。そう、いいでしょう。この隣見て、この隣、隣、はい、何見えるこれ。これわかりますよ。わかる、いちごですよ、ね、おー、よかったよかった。見くびってます。いやいや、だってあなた俺ちょっとヨチさんとの間で使われてたかわからんけど言いましたよ。あのたこ焼きをねえ、どんぐりやら松ぼっくりやら言うたみたいな。言ってる言ってる。顔出てないねえ、ほんまに。C、 あ、C これね、ビタミン C、 たっぷりのビタミン C の C です。え、なんで一応ビタミン C です。え、なんで、え、せん、ちょっと待って。俺これだいぶまたいでんね。だいぶまたいでんね。え、ビタミン C でしょ。いや、これ俺ね、この間体調崩した時にイチゴ食べたんで、はい、わかりますよ。ビタミン C ですよ、あなた。そうですね、ビタミン C です。ほらほら、うわ、はずはず。いや、違う違う、ふざけて言っただけですよ。マジっすか、はい、俺の揚げ足取ろうと思ってたんちゃいまんの。あ、そうです。いや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 、恐ろしい女やで。さあ、ちょっと余談が過ぎましたけれども、桜餅作っていきましょうか。やっぱ桜餅言うからもうほんまピンク色やんね。そうです、ピンク、うん。で、粘土ブロックが真っピンクないんで、で、あ、全羊毛でいこうかね。お、ちなみになんですけど、ここに書いてあるんですが、こっちのなんかおまじゅみたいな方が大阪。おー、ほんまや。方らしい。おはぎの方。はい、おはぎの方が。おはぎの方。でもさ、ぶっちゃけた話言っていい？はい。中のあんこ見えてる方が素敵じゃない？え、どっちの方が、どっちの方がええやろ。あ、じゃあ両方作りましょう、あれやったら。なんで、建築バトルみたいな。建築バトルですか。では、建築バトル。はい。え、関西の桜餅 VS 関東の桜餅。はい。ね、行ってみましょうか。まあ、ここまでの間っすね。はい。うん、こっから内側っす。あ、これね、あの、中地さんに言ってへんかった。はい。あのね、これね、ボンボンストリート、ボンボン通りって言って、はい。あの通りにしようと思ってね、今ちょうどあなたが作ったこれ通りにするつもりやからね。ああ、そうそう、だから幅だけを生かして、ここからうん、やっちゃいましょう、はい、そんなら俺は関西流やね。関西流の餅。あ、関西なんですね。いや、俺、あ、そうそう、今更。いやだって難易度が若干違うじゃないですか。あ、確かにね、うん、え、どっちの方がちなみに楽やと思います？関西と関東作るんやったら。いやで、そう思うでしょ、うん、思うでしょ。あ、つぶつぶ感がちょっと。いや、ごめん、つぶつぶ感は出せないっす。そうそうそう、無理っす無理っす。でもね、僕今日一日で丸っこいものを作りすぎたんですよ、たこ焼きといい。あ、そうなんすよ。やから、少し丸物に対しての抵抗感がちょっと生まれてきてるんで、今難しいぞっていう。なんですか、その抵抗感。いや、丸みをこの四角のブロックで作る、表現するのがこんなにも難しいんやっちゅうようなね。あ、難しいですよ、立体にする。さらに、そう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 、これほんとセンスですよ。
センス。だからね、もう常々言わせていただきますけど、はい、建築においてとかそういうのオブジェ作りの全てのセンスセンス言い過ぎですよね本当に。あと何やろな、この間何かもセンスって言われたよな。何か、何をセンスって言われた。あ、それ釣りや、釣り。あ、そうです断るごとにそれぶっ込んでくるけどねえ、いや、センスか。あなたがどういう風な作戦で来るかなんてものはお見通しですよ。いや、桜餅ですよ。高が桜餅って言いますけど、本当に桜餅もね。だって年に1回だけでしょ桜餅。いつでも食べれるんですか。マジですか。あ、そっか、つけてるから。つけてる。桜の葉を、うん。あ、でも春物ですよね。ね、そう、はい。どちらかというと3月とかですかね。うん、なるほどね。はい、でちなみに、あれですよ。桜餅は、うん、どうしました。ひな祭りの時に食べるやつですか。あ、そうなんですか。じゃないですかね。なるほどね。なんかグッチさん食べることになったんじゃないですか。あ、じゃあ、そっかそっか。どちらかというと、ねえ、ひな祭り、それさ、ちょっと俺聞きたいんやけど、ひな祭りって女の子の日やんか。はい。で、男の子は何の日やったっけ。鯉のぼり。 あ、そうですよ。そっか、鯉のぼりか、男の子は。日あります、5月5日です。あ、でもそれ子供の日じゃないです。男の子の日と女の子の日はないっすよね。でもないですね。ねえ、あ、そっかそっか、子供の日が鯉のぼりで男の子の日で、ひな祭りは何月何日でしたっけ。あ、3月3日。あ、なるほどね、はい。結構完成度高そう。いやー、まさかの建築バトル。褒めても伸びるからね、俺は。褒めても伸びる。怒っても伸びるんですか。ね、けなされても何クソってなりますよ、そら。あ、うん、負けちゃう。そう、それ、中地さん結構僕に言ってくるじゃないですか。言ってないですよ。いやいやいや、グッさん負けず嫌いですし、プライド高いですもんね。プライド高い、余計。いや、余計ですよ。だいぶでもマシになりましたよ、僕。人の話聞く耳持ってますよ、本当に。あ、丸くなった。そう。その客観的に見てどう。あ、でも丸くなったと思います。あ、ほんまですか。で、ちなみにどういうところで。一番初めは、本当によそよそしかったよ。よそよそしいというか、うん。なんですかね、壁はすごいありました、ね。ああ、なるほど。最近は。最近は、ぐちさんの気持ちの変動が。でも、気持ちの変動というか、なんか、ねえらな、はい、絡むのとかで多分、うん、あー、この人こういうふうなこと喋っても OK な人なんやとか、うん、っていうのはすごくねえ、ね、僕がその初めてロケ、自分のチャンネルでロケ行ったっていう時なんかのカメラ握りながら結構ね、本当に険しい顔してて、うん、多分だからまあそれはなんか自分の仕事としてどう立ち回ったらいいんやろなとかいろいろ考えてたと思うんですけどね。うん、うん、なんかすごい賑やかになってきましたね。何がやねん、何がやねん、急に。あ、ワールドがね、はい、ワールドが、うん。ちょっといろいろあるなと思います。そう、だからね、結果的にこれ、だから本当に、ヨシさんでやってた時も、ボンボン通りにして、はい、で、やっぱりさ、これ作っていったらさ、ひしめき合うからさ、だから道の一個でも作って歩きながら、見合せ出していくのが一番じゃないんかな、みたいな。確かに。そう、遠巻きに見てももう、フレームに入んないですからね、言うたら。うん、ではなんやかんやで結構いい勝負になってきましたね。いい勝負になってきましたよ。今途中経過、うん、途中経過います。うん、いや結構ええ感じっすよ。わ、グッチさんすごっ。何が。いや、断面になってる。断面になってますよ。断面になってるし、これもうちょっと、はい、すごい、もうちょっと膨らませますからね、後ろに。そう、やっぱ前の方がすぼめてるんですよ、やっぱり前すぼめて、はい、そう後ろ膨らませますからね。よいしょ。いいですか。なんだ、何で真似すんねん、何で真似すんねん。うわ、うまっ。うん、やっぱ違うな。いや、もう違いますね。中地さん言ってください。いや、もう違いますねって。何が。待ってください。ウッチさんとって私の意味でそんな感じは、ちっちゃくて腕組んでなんかうるさい、うん、イメージもうなんか、うん、バカにしてる。いや、ちゃう、これ別にあなたのあれではないし。違う、これもう普通にっすよ。うん、ね、ね、やり遂げましょうね、お互いね。ちょっとまだ視聴者の方からコメントがまだ反映されてない。あ、そう、あ、うん、うん、ね、それもちゃんと毎回動画終わりに言ってますよ、僕。あ、ね、うん、そうですよ、言ってくださいって言われたから。うん。いや、そういうのも視聴者さん好きやし、やっぱり裏のこと聞くんもねえ。裏のこと聞そう。だからさ、やっぱりさ、応援してくれてる人がいてるわけでしょ、やっぱりこの配信するということはさ。そうですね。ね、で、その応援されてる側じゃないですか、僕たちって。ね、うん。
のやっぱりそういう風な裏側というかね、はい、僕も例えばアイドル好きなアイドルのそういう風な撮影の裏側を見るの好きなんですやっぱり、うん、やっぱそういうことですってね、うん、そう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 、だからそういうことも言っていかんとダメなんですよ、うん、奥深いっすね、え何なんですか。